すする TV。 ずれずれ、どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、本日は去年オープンした超期待の新店ということで好調です。ドン。 JR 亀有駅から徒歩3分くらいのところにあります平地式超高水麺野々倉さんにお邪魔してます。2年以上今までラーメンを食べてきましたが、手打ち式超高水麺ってのは聞いたことがない麺ですよね。周りからの評判も上々で僕もすごく気になってたお店だったので早速行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ、野々倉さん、食券制です。今回は特製中華そばの醤油をチョイス。店内に製麺機があってこだわりが伺えるなと思って待ってた。こちらが野々倉さんの特製中華そば醤油です。にー、濃い醤油色をしたスープに特製ならではのしっかりトッピング。この下に一体どんな麺が潜んでいるのかってことでいただきます。まずはそんな濃い色のスープから。はねー。鶏や煮干しなどの出汁に加え醤油も効いたバランスタイプ。吉住みたいに見た目ほど濃くないあっさり飲みやすいスープです。さあ早速麺いきましょう。手打ち式超高水麺をそろそろのべー。ピロピロやザクザクなど麺の食感、すすりごたえなどを表現する言葉はたくさんあるのですが、一番近い言葉で言えばゼパパパゾーバって感じ。オンリーワンな麺はこれまでもありましたが、そのどれにも属さぬ超強力麺です。そんな麺の後に食らうレアチャーシューは肉の旨味がしっかり感じられる、味付け控えめながら素材で楽しめるタイプ。まるで不思議発見の野々倉誠のようです。そして続いてはこちらのワンタン。チュルンと食らうとスタンダードに中の肉汁や皮のチュルンと加減を楽しめるやつです。それではまだまだ海苔で挟もうが口の中でバロンバロンに暴れる麺を堪能しまくって、超高水でもしっかりな食感に感心したところで、ある程度スープ色をした鶏チャーシューをパクリ。ハーブの香りもよく、しっかりかつしなやかな食感もナイス。みんな竹になろうよってな感じで、最後までずっと麺の凄さに魅了されながらレアチャーもしっかり食らって、ラストは黄身が濃い色をした味玉で締めれば本日も完食です。大変美味しくすすれました。半端ない超主役級の麺に圧倒される一杯でした。それではごすれ。はい、ごちそうさまでした。いやー、野々倉さんに行ってきたんですけれども、食べてみてやっぱりなんといっても麺が特徴的でしたね。高水ということで柔らかめの麺なのかなと思いきや、しっかりとコシがあって噛み応えもあって美味しい麺でしたね。スープはかなりあっさりでしたね。他の人のレビューを見ると出汁感、そして醤油感もしっかりあるとのことだったので、もしかしたら今回ブレだったのかもしれないですね。麺が美味しかったので若干スープが負けてる感じがしなくもなかったですね。塩ラーメンもちょっといただいたんですが、こちらの方が僕は好みだったかもしれないですね。今度はまた改めて塩ラーメンも食べてみたいと思いました。それではするの公式キャッチフレーズ、手打ち式超高水麺野々倉さん、すする TV のテロップも手打ち式や。はい、それではするの公式キャッチフレーズ、手打ち式超高水麺野々倉さん、すする TV のテロップも、ああ